はい、本日はですね、機械学習のその3ですね、人工知能その3ということでですね、ニューラルネットワークの定義のところまで行こうと思います。前回の動画で、例えば、いろんな、ね、ライブラリについて説明してるんですね。でそれが、パンダズだったり、ナムパイだったり、あとは、パンダズのデータフレーム、これすごい重要ですね。これ CSV とかの、Excel とかのデータを、読み込んだり書き出したりする際にすごい必要で、であとは、データフレームと、アナコンダの中で必要なのがナムパイだったり、ナムパイはあれですね、数値の計算ですね、を効率的に行うためのモジュールで、配列とかすごいね、作りやすかったり、する、ライブラリですね。で、あとが、パンダズデータフレーム、ナムパイ、あと、プロンプトですね。これが、データ図にプロットできるようにするため。この3つぐらいですかね。が、僕が今使っている機械学習に、ざっくり必要なこと。この3つを、使って、じゃあ次はですね、ニューラルネットワークの定義をしていければと思います。で、基本的に人工知能を使う時に、すっげえめんどくせえコードがいっぱいダーって書いてあるやつを、これ C 言語とかで言うとね、機械学習ってすげえコードがズワーみたいなきっと書いてあるんですね。これパッケージ化してライブラリに作ってくれたのは、これケラスってやつですね。これニューラルネットワークの定義です。で、ケラスの中でもですね、モデルがありまして、それが、セクエンタルとか、ファンクショナルですかね。こういったのがあるみたいですね。で、僕が今使ってるのがセクエンタルモデルって言ったモデルで、これ何をしてるかっていうと、入力したデータですね。これをこう3つ、層に分けて、で、出力させると。で、入力と出力は必ず1個しか選べないのがこのセクエンタルモデルですね。で、これに対して入力2つとかいろいろカスタムできるのが、ファンクショナルモデルで、こういった、入力が2つあって、それを各層で合わせて出力させると。ね、こういうのができる。で、この各層の個数ですねを、どっちもですね、定義することができます。で、僕が使ってる、セクエンタルモデルに戻るんですが、こういった層、3層とかね、2層とかいろいろ選べるわけですね。で、今やってるのが2層、1個、2個の出力1個やってますね。で、ここの層が、32個あって、ここが、違うね、ここが32で、ここ16のやつを作ったんですけど、これ例えば入力したやつにこの32とか16ってどういうことを示しているかっていうと、この図を直接見ていただければいいと思うんですが、このように、じゃあ入力が4つであった場合、中間層の32個と16個で、出力が1個だと、こういうモデルが形成されます。で、単純パーセフト論とも言うんですが、このね、丸っていうのをちょっと想像しておいてもらう。これ例えば丸が、3つぐらいあったとすると、これ何が起こるかっていうとですね、こういう形を作りますか。こう。これまた別でですね、1個の丸がどういう働きをするかというと、ニューロンモデルと同じなんですよね。脳が 脳神経とかと一緒でですね、この2つの入力がですね、あるんですが、これ1と0入った時に、出力がこいつが考えて1になるか、もしくは0になるかっていうのを、作ってくれる、そんなシステムですね。これこの単純パーセフト論というものですね。要は入力に対して出力が、どうなるかで、その、ここの入力に関しては重み、
で W で表したりするんですけど、この W っていうのが重みで、であとはバイアスっていう要素も入ってくるみたいなんですね。ここバイアスで、ここの丸がこれ活性化関数です。活性化、関数。じゃあこのこっちが何かっていうと出力ですね。今1位とか書いてますけど、これ出力って書きますか。出力で、でこっちが左側が入力ですね。でこれを単純パーセプト論って言います。でこれは入力に対する出力が、キャッシュデータと異なる場合ですね、重みを変更して、次の入力へ進むと。でもし出力がキャッシュデータと一致した場合ですね、重みはそのままで、これを繰り返して、適切な重みを見つける。これが単純パーセプト論ですね。でここ書いてあるのさっき言ったね、この B のバイアスってこれ何かって、バイアスこれは何かというとですね、そもそも単純パーセプト論にはですね、入力と紐づく重みっていうのがあるんですね。これ実際の計算では重みにバイアスという値を加えてですね、重みを特定の方向に偏らせることができると。このバイアスも学習中に調節することができるみたいなんですね。でこの真ん中のこの丸、これが活性化関数って言ったんですけど、活性化関数は信号入力の総和がいくつになったら出力なのかなっていうのを決める関数なんですね。一般的に単純パーセプト論は1か0、このね最初1って書きましたけど、これは結局1か0を出力するもんなんですよ。で活性化関数にはステップ関数が使われるみたいなんですけど例えば、まあ、単純パーセプト論で、ステップ関数をですね Python で実装してマットプロンプト、マットプロト、マットプロットリブで、グラフにしてみるとですね、まあこんなグラフが出てくると思うんですよね。ステップ関数の出力がこっち側で出てくるみたいな、そんなのも作れるみたいなんですよ。でこの単純パーセプト論が今説明したようなもので、まあ1か0か入力あった時に、1か0かこのバイアスとかね活性化関数によって出力がどうなるかがまあ決まるんですが、まあ要は入ってきたやつに対して出力は1か0という判断をさせるんですよね。これが、多重に、組み合わさったものがサーキットランって呼ばれるものですかね。そうサーキットランですね。でこれがね、でこれがいろいろね組み合わさる、この1個だけじゃなくていっぱい組み合わさってて出来上がるのが、ニューラルネットワークと呼ばれるもので、人間の脳にあるニューロンという神経細胞を模した、プログラムを複数、接続した、こういったのをね複数接続した機械学習のシステムのことを、ニューラルネットワークというみたいです。で人間のニューロンってどういうのか、外部からさまざまな電気信号を受けて興奮して、やがて別のニューロンに電気信号を出力することで興奮が収縮するといった性質があるみたいなんですね。このニューロンを、模して作られたのが、人工ニューロンと呼ばれるプログラム、また形式ニューロンとも言われますね。でさっき言ったように、活性化関数があったりバイアスがあったり、で単純パーセプト論の構造は形式ニューロンと似ているんですが、こっち側、さっき言ったこっち側のやつを入力層っていうんですね。で出力分分を出力層っていう、でそれぞれ構成するパーツをニューロンっていうみたいですね。
で、単純パーセント論では学習することで、入力したデータが1か0に分類する2クラス分類が可能なんですけど、クラスを分解する境界に直接用いるんで、線形分離可能なデータしか判断できないんですね。で、これに対してこの下の図っていうかこっちの図を出した方がいいですね。こっちは何かというと、こちらが、多層パーセット論の活性化関数と呼ばれるもので、今言ったようなこの F ですね、こういった単純パーセット論がいっぱいくっついたの、それがこっちですね。で、つまりですね、形式ニューロンを何層も組み合わせることで、複雑な、決定境界が引けるようになったものが、多層パーセット論ですね。で、この多層パーセット論では入力部分を入力層で、出力部分を出力層、そしてそこの間にある中間層と呼ばれるもの、隠れ層とも呼ばれるみたいなんですけど、この隠れ層をですね、20、30と増やすことで複雑な、決定線境界を引くことができるようになるみたいですね。そしてこのような、多層パーセット論を利用した、機械学習システムをニューラルネットワークと呼ぶみたいです。で、まあこんな感じになるわけです。パーセット論がいっぱいあるから、まあいろいろな複雑な計算して出力層を1個出すことができると。まあ、要はこれ1か0かみたいな感じですよね。じゃあ今回、僕が使ってる、そのさっき言った、ケラスのニューラルネットワークの定義ですね、これの中の、モデルの、セクエンタルモデルについて、説明するんですが、書き方端子はモデルイコールセクエンタル、ここでモデルにアートを加えるという点数の32って、さ、この部分に書いたらここが中間層になるみたいです。で、アクティベーション、これが活性化関数に何を指定するかで、これアクティベーションレニューレニュー レ, ル, レールっていうのを、指定してるみたいですね。で、インプットシャープ、つまりここが入力層で、これいろいろ定義できるんですが、まあ、今回この4とした場合はここを入力層4ですね。で、例えばここ変数を値しといて、多分これ変数で例えばクスタンなんで、これもう本当に入力層いっぱいになるんですけど、僕のソースコードだとここに、まあ、ここに数字が入れられて、数字っていうかね、値が入れられていっぱいね、それに、マイナスの値になっちゃってるんで、それマイナス1かけるよみたいな感じで、作ってるんですけど、これちょっと今回ね、そのソースコード載せてないんで、ここが4だとしますよ。そうすると入力層が4、そしてここの、電数の32って書いてる部分があるので、ここが32なんで、中間層のまず1個目が32で、この後にもう1個モデルアートで、これさらに、電数って書くと中間層の2個目が書けるわけです。で、これ活性化関数もまた指定できるみたいですね。で、レールにして中間層の2をこっちにすると、そうするとこういう16個、ここ32個16個、そして出力モデルアットデンス1、出力層は1個っていう形の、これ間違ってなければですよ、こういった形のが、作れるわけですね。機械学習のそのニューラルネットワーク、これニューラルですよ、出来上がりで、このソースコードを書いてあげて、この後に、まあいろいろすることによって、なんて言うんでしょう機械学習を実施することができるんですね。で、このあと、どういうふうに、この、データセットを扱うかっていうのはね、まあ、モデルの形式がここまでで今日は終わりとするんですが、このあとですね、X テストや Y テストっていった概念が必要になってきます。まずここで何をしたかっていうと、この
カリスのニューラルネットワークの定義ですね。層をどうするか、ここの部分ですね。セクエンタルなのかファンクション、まあこっち使ったことないんで何とか言えないですけど、今回はこういった、まあ、入力層をどういった何層にするのかとか、そういった箱の作り方はですね、こういったソースコードで簡単に作ることができますので、その説明だったのと、あとは、今言ったね、ニューラルネットワークの、基本である単純パーセプトロン、そしてこちら多層パーセプトロンですねの、定義について説明させていただきました。ちょっと長くなっちゃいましたが、すいません。本日は